佐藤知事は今日の会見で。東九州新幹線構想について。県独自の調査結果を発表しました。東九州新幹線は。福岡市から鹿児島市までを結ぶ。基本計画路線で。県は。日豊本線案と九大本線案。2ルートの比較調査を実施していました。博多までの所要時間は。日豊線案と九大線案でほぼ変わらないものの。 大阪方面と九州内へのアクセス面で差が出ることが分かりました。また、事業費は日報宣案が8195億円の一方、九大宣案は路線の90路線の75%がトンネルになることから8339億円まで膨らむ見通しです。費用対効果については、日報宣案が1.27倍、九大宣案が1.23倍と 大ききなな開きはいいと試算しています県は、整備新幹線への格上げに向けた議論を活性化させるための基礎資料とした上で来年以降県民に向けた説明会を各地で開催する方針です。